カウテレビがお届けします社長室101、今回は江東区豊洲に来ております。今日はですね、葬儀業界で数々の業界初を、叩き出してこられた会社にお邪魔しているんですけれども、アーバンフューネスコーポレーションさんという会社にお邪魔しております。100人には100通りのお葬式があるというのをコンセプトに、その人らしさだったりその人の人生の証というのが現れる、葬儀を、提供していらっしゃる会社です。今日はですね、その創業者でいらっしゃいます中川社長に、創業のエピソードやどんな業界初を生み出してこられたのか、また人材育成の考え方など、多角的にお話を伺いしたいと思います。ご紹介します。創業者の中川社長です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アーバンフューネスコーポレーションさんということで、葬儀の運営としてらっしゃる会社というふうに伺っているんですが、まずどういった事業をどういった方々に展開していらっしゃるのか、会社概要から伺ってよろしいでしょうか。はい、アーバンフューネスコーポレーションってちょっと名前がね、分かりにくいんですけど、名前の由来はアから始まるということを考えて、検索された時に、そうですね、昔電話帳でね、なんかいろいろ探してた時代だったんで、アから始まる名前を考えてたんですけど、アーバン都会っていう、もちろん意味があって、フューネスっていうのは、フューネラル、葬儀という英語をちょっともじって、フューネス、コーポレーションという名前なんですけど、都会的なお葬式をこう発信していくみたいなところで、アーバンフューネスっていう、社名になりました。なので、その社名の通り、私たちは1都3県、東京、千葉、埼玉、神奈川を中心にお葬式のお手伝い、いわゆる葬祭業ですね、をさせていただいています。現在は、その葬祭業、お葬式の事業とともに、今主だって、この葬祭事業、それからその周辺の人たちがターゲットであるんですけど、 IT ソリューションを提供しているというような2つの事業を展開しています。なるほど、はい、その社名の由来にもなった都会型のお葬式ということなんですが、それは翻すと地方とは違うということなんでしょうか。そうですね、地方と違うというよりも、どちらかというと、どんどんやっぱりこう変化してきたのが、お葬式なんですよね。分かりやすく言うと、自動車が開発されたので霊柩車があるわけで、文明とともにこうどんどん変わってきているのが葬式 で、またこれから現代においても、どんどん文明の発達によって変わってくるし、あと何よりやっぱり我々生活環境が変わってくることによる価値観の変化、そういうものに合わせて、その時代に必要なご葬儀を提案していったり、未来に向けたご葬儀を提案していけるような会社になっていきたいっていうところも含めてですね、そういう意味で、なんというか、あとはエリアが東京中心だったのでっていうことも含めてですね。なるほど、一都三県の、お葬式のニーズの特徴っていうのは何かあるんでしょうか。これは私たちが今主体にしているそのお客様との接点が、インターネットで集客をしているんですね。インターネットを介してこう集客するからこその特徴かもしれないんですけど、やはりその地域性とか関係性のあまりこう強くない人たちが割と親和性が高いのかなっていう感じはしてます。代々そこに住んでたっていうことではなくて、こう仕事の都合でこう都会に来たりとか、当社のお客様に多いのかなっていう感じがしますね。じゃあ御社のその営業手法はほとんどがネット集客になってるんですか。そうなんですよ。何パーセントぐらい、新規のお問い合わせっていう意味では、9割ぐらいはそうですかね。で、残りの1割はどこかっていうと、今西葛西というところに会館を持っているので、その周辺の方たちなので、施設も関係ないところのお客様はもうほぼインターネットを経由しています。ネット集客っていうのは通常 その葬儀業界では珍しい方なんですか。最近だんだん定着し始めましたけど、我々がこの業界に入った15年前はもうほぼそんなことはなかったです。これからインターネットの時代が来るということで、手をつけ始めた時には、葬式をインターネットでこう探したり決めたりみたいなことは考えもしなかった業界でしたね。
よくこうご助会だったりとか、ええ、この会館で上げるって決まってたりするじゃないですか。そうですね、まあ、そういう地域に根ざした上げ方みたいのがやっぱ定着してたんですか、業界的には。あ、もうそうですね、大体、まあ、その住んでるところの周辺でお葬式を行うんで、その周辺にある、会館があってそこでやるっていうのが、まあ、通常のこう流れに、地域とあんまり関係なかったりする方たちも、今度病院か警察で、亡くなるので、ね、あの病院と、まあ、提携しているというか、うん、そこに出入りしている葬儀社の人が、まあ、いらっしゃるんで、そこで、ご葬儀の依頼をそのままするとか、まあ、そういう流れですよね。あとは、まあ、お寺があるんで、菩提寺さんの、まあ、関係している、うん、葬儀社がそのまま葬儀をお手伝いするとかっていう、まあ、その流れですよね。なるほど。会館がないと仕事にならないっていうところはちょっと違うと、うん、いうことでこう気づいたわけですよ、つまりそのお葬式の仕事をしてて何かのつながりとか、そもそもそこにあるからとか、うん、そういうことでご葬儀って依頼をいただけるっていうところから、はい、テレビに出たらとても多くの人たちがご相談の連絡があったりとか、お葬式の依頼をするんですよ、しかも我々はその東京都の江戸川区っていうところにいたんですけど、全然そんなところと違うところから、八王子だったり埼玉県だったり千葉県だったりっていうところからテレビを見た方たちがご相談の連絡があると。これ情報というものをちゃんと届いた瞬間に、我々が思っていた地域性とか何かのつながりとか、いろんなことがもう全部の飛び越えちゃったんですね。これで情報のその力っていうのはすごいなっていうことになって、そこから数年かけて今度インターネットマーケティングのところに入っていくんですよね。だからもう設立当初から僕はその会館をどんどん立てていくっていうところから、テレビに取り上げられて情報の価値を知った瞬間にもうビジネスモデル一気に変えて、会館はもういらないと。でしかも借りれる場所があるエリアなので、あの全国的にも特殊なエリアが東京なので、場所はあるものを生かそう、建てなくていいと、借りてやろうと。もう今でいうシェアリングエコノミーですよね。そうやって、あるものを有効活用しようと、その代わりそのお客様を情報というものの価値をちゃんと提供して、ここで、獲得していこうと、お客様と接点もどうっていうふうにもうすぐ切り替えてたんですよ。大きくビジネスモデルを、はい、ただ当時はまだまだなすすべもなく、インターネットはねもうそれこそ皆さん使っているけど、まだ携帯電話だってもちろんスマホじゃないし、そこまで浸透してない時期に、はい、インターネットで携帯でようやくインターネットにつながったかどうかみたいな時代とまだまだだったんですけどね。ただまあやがてそういう時代が来るだろうということは強くその時に感じてたので、で余裕を持ってもインターネットにこう着手しようって言って始めたんですよね。なるほど、はい、そのまあ、そういったいろんな壁を乗り越えてこられて、やはりこう経営ですから時代によって上がり下がりある中で、経営においてやっぱりこれが大事だっていう得た知見っていうのはどういったところでしょうか。真面目にコツコツやり続けるってことですかね。やっぱり継続がすごく大事だとは思いますけどね、はい、継続、はい、結局何かねいいことをやってもそれが継続しなかったら、うん、形になっていかないし、例えばねそのドンピシャのタイミングってできることないと思うんですけど、そのいいタイミングでこう花開くって、今できたみたいなことを皆さんねやっぱり僕らも感じちゃうんだけど、実はそれをやるためにいろんなこういう曲折があって、ずっとやり続けていってバーンとここで一般の人たちが目に触れるものになってたっていうわけで、この会社はもっともっと先にこういろんなことをやってていた中での、うん、積み重ねがあった上での花だと多いじゃないですか、はい、何でもそうなんですけど、やっぱりこう何かいいことがあってこうじゃあそれやろうって言って続けられるか続けられないかっていう、これがその会社の力だったりその人の力だったりすると思うんですよね。だからやり続ける、やり抜くっていうことはすごく大事だ。